こんにちは。カナダ在住の山達です。新たな FBI 内部告発、1月6日事件捜査の真実、副長官の脅迫宣言ということで話をしていきたいと思います。 はい、えー。最初にまず2点ご案内です、えー。1点目がライブのご案内ですね、えー。日本時間の7月1日土曜日午前11時からライブをやります。えー、この日なんですが、あの、第2弾書籍北米からの警告の発売日なので、えー、発売記念ライブっていうことにしつつ、あの、別件でね、他に大きな案件今頂戴していますので、それをね、皆さんに紹介できたらなっていうふうに思いますので、えー、お時間ある方、ご都合ある方、ぜひともご参加いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あの、たくさんのね、ご予約、本当にありがとうございます。 で、これが1点目のお話で、もう1点のご案内がですね、あの、今日サブスタックを更新する予定です。で、あの、そこではですね、動画にすると100%怒られるような、あの、バイオウェポン系の話が今出てきてるんですね。なんか、武漢研究所の研究員が話してますみたいなものが出てきてるのが1個と、あとはね、あの、金持ちメガネが多分今アメリカでね、バイオテロやってるんですよ。<laughs> まあそれに関する話をま、まとめてサブスタックで紹介する予定です。えっ、ー、と、一応書き終えたらですね、リンクを、あの、概要欄と、 あとコメント欄にそれぞれ貼り付ける予定なので、えー、そちらの方からね、チェックしていただけたらっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、えっ、ー、と、本題に入っていきたいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、FBI からまた新しい内部告発者が出たぞっていう話をしていきたいと思うんですが、本当に、 ちょっと FBI 特にもう頭の部分がもう腐り切ってますから、もうこれ本当に何とかしないといけないんじゃないかってふうに思うんですが、今回もね、またなかなか衝撃的な発言が出てきています。えっ、ー、と、まず、あの、この内部告発者の代理人弁護士やるのが、あの、最近お祭り騒ぎになってるのが IRS。日本でいうと国税にあたる再入庁の内部告発者が2人出てきてるんですが、そこを担当してるのがエンパワーオーバーサイトっていう団体なんですね。で、この新たな内部告発者なんですが、今までとちょっと違うのが、その、 FBI 支部の、どうやらトップと思われる人物なんですね。なんで今までいろんな FBI 内部効果者出てきていますが、その中では最もハイポジションだと思われるんですね。で、だからこそ知っているとんでもない話っていうのは出てきてるんですが、ざっくり言いますと、1月6日事件に関する捜査、これに疑問を持たせることがないように、黙って従うか、首にされるか、 っていう、まあ、脅迫宣言が FBI 本部の高官から各支部にされてるっていうことが暴露されていまして、もうこれ、法執行機関としてどうなのっていう話なんですよね。でも、まあ、もう皆さん正直今のアメリカの、ね、司法制度ってもうぐっちゃぐちゃになってるのは分かりきってるし、正直まあこういうのもね、想定の範囲内っちゃ想定の範囲内かもしれませんが、ただやっぱりこんな独裁国家にしか起きないようなことが今現実に起きてるっていうのは、 ちょっと衝撃なんですよね。はい。でえ、この件に関してはもうすでに司法省監査長官室であるとか、あと連邦上院会員の司法委員会にも報告されて、あとチャック・グラスリーっていうね、共和党の長老議員がいるんですが、彼がこの内部告発者を守ろうの会やってまして、そこにも報告がいってるっていうことなんですが、じゃあ一体全体どういう告発なのかっていうのを順を追って説明していきたいと思います。 まず FBI なんですが、えっと、毎週水曜日の東部時間3時からえ、ビデオ形式の全体会議を開催してるっていうことなんですね。で、これには全米56支部のトップであるとか、外国法事務官、 多分これあの FBI ってあの海外にも支部持ってるんですが、その海外支部の人のことなのかなって僕は勝手に思ってるんですが、その人たち、あと FBI 本部の各部門が参加するっていうことなんですが、えっとその FBI 長官による指示訓話があったりとか、あと各部門のトップからの指示報告がされるっていうことなんですね。ま、例えばその諜報部門からの報告ですとか、えなんでしょうね、あのね、え対テロ部門の報告ですとか、サイバーセキュリティ部門の報告ですとか、ま、あ僕はかなり適当なこと言ってますが、 はい。まあ、たぶそのような、え、部門の報告があるんじゃないのかなって勝手に僕は想像しております。はい。まあ、その辺の細かいことは抜きにしまして、で、ここではその FBI 副長官であるとか、副長官補佐官も何かしらの話とか指示命令っていうのを出すってことがよくあるそうなんですね。で、今回問題視されてるのが、FBI 副長官のポール・アバテ。 彼が就任直後、2021年2月の定例会議でとんでもない発言をしていまして、これが今問題視されていて、で内部告発にまで至ってるんですね。で、 まあ、その発言があったところから今2年以上経っていますので、なんでこのタイミングなのっていうのは正直不明。ただ僕がね、なんとなく想像するに、今の IRS からの告発っていうのが、あの、一つの要因になってんじゃないかなっていうふうに思うんですね。っていうのも、あの、IRS のこの内部告発者でも2人いるんですが、このエンパワーオーバーサイトっていうところを経由して、告発をしてるんですね。 で、えっ、ー、と、二人いるうちの一人、あの、シャプリーさんっていうね、顔出し、名前出しで告発していて、で、それでも今のところ、ろ身の危険にはさらされてませんと。で、えっ、ー、と、もう一人の告発者は、名前も出してないし、顔も明かしていないんだけれども、告発に成功してるんですよね。っていうふうに、あの、全然違う、同じところからだけれども、全然違うケースの、えー、なんだな、違うスタイルの内部告発のやり方をしてるっていうところを見て、あの、もしかしたら今回の告発者も、 安心して、ここなら任せられるかもしれないっていうことで出てきたんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。という、まあ、憶測の話は以上にしまして、じゃあこのポール・アバテ FBI 副長官何をしたのかって言ったら、まあ、ざっくりと脅迫なんですが、えー、っと、2021年2月の定例会議でのことだったんですね。で、あの、就任直後なので多分その、えー、っと、挨拶がてらの、まあ、でしょう、指示出しみたいなところでとんでもない発言が飛び出したと思うんですが、まずこんなことを言い始めたと。 1>, 1月6日事件の捜査と BLM 暴動の捜査を比較する捜査員がいるということを聞いていると。で、FBI の1月6日事件の捜査であるとか、または私、まあ、イコール本部からの指示に疑問を呈するような捜査官は FBI には不要であると。FBI にふさわしくなく、そういう奴らは別の職を探した方が良いっていうふうに、 まあ自分たちに従えない現場の連中たちはいなくなってしまえっていう風に言ってるんですね。まあ、言い換えるといなくさせてやってもいいんだぞみたいな脅迫にも取れるわけなんですが、それだけじゃなくて、各支部の支部長たちに、その自分の、自分たちのその各支部の部下で、1月6日事件の捜査に疑問持つ人がいる場合は、もうアバテ副長官に直接密告せよと。 いうふうに指示も出してるっていう、これとてつもない脅迫なんですよね。で、えっ、ー、と、この1月6日事件の捜査のその流れっていうのが、えっ、ー、と、まず本部のお膝元のね、ワシントンフィールドオフィスっていうところがあるんですが、そこがこの1月6日事件主導してるってことになってるんですね。ただ実際、あの、トランプサポーターがね、50州からあの日集まってたんですよ。なので、50州に散らばっていますので、実際にその捜査であるとか、逮捕の指示を受けて動くのは、各支部なんですね。 ま、なんですけれども、えっと、ま、ワシントンフィールドオフィスっていう本部のお膝元がそれを、ま、言うなら仕切ってるみたいなところがありますから、ま、この1月6日事件の捜査っていうのは、ま、本部からの指示で動いてるって言っても、ま、問題ないわけなんですね。ま、なんで、アバテからすると、この捜査に関して、ま、相当、その本腰を入れてやってるんだけれども、それを邪魔する連中っていうのは、もう FBI から消してやるぞというような脅迫をしてたってことなんですが、これ、とんでもない話なんですよね。で、この内部告発者が言うには、 もう何百回と定例会議に参加してきていると。ただこのような直接的な脅迫は初めてのことだったっていうことでもうかなり驚いたってことなんですね。じゃあなんでアバテはこの2021年2月っていうタイミングでこんなこと言ったかって言ったら、 どうやらですね、この定例会議の直前に FBI で内部メールが出回っていまして、あの、かなり大きな割合の FBI 捜査官が1月6日事件の捜査対象者に同情してるっていう話が出てたらしいんですね。 要はそのトランプ狩りをしたい連中にとって困った雰囲気が現場には起きていまして、まあ、ここからわかるのが、この1月6日事件って、まあ、あの、明らかにおかしな捜査されてるんですよね。あれは、ま、あの、現場の人たちは、まあ、上からの命令に従わざるを得なくて従っていますと。実際はその一番上のワシントンフィールドオフィスなり本部が大暴走しての事件だ、えっ、ー、と、捜査だっていうことなんですが、 そもそもそれ自体に現場の人たちは反対してるっていうことなんですね。まあこれまあ確かにその通りですよ。だってよっぽどのバカじゃない限り、1月6日事件で議事堂警察に死者がいないことなんか誰でもわかりますし、いまだに死者でだと思ってる人は相当頭いっちゃってますから。で、あとは全米180都市で14日間、たった2週間で2000億円プラス 18, 18人の命を奪った、 ビゲレンボードよりも、議事堂の中を、ただふらふら歩いていた65歳の、ね、女性、がん患者ですみたいな人を優先して追いかけるって意味わかんないですよね。で、基本的に FBI 捜査官って普通の人ってなかなか慣れないんですよ。めちゃくちゃ秀才いろんな能力に長けてる人しか慣れないような、あの、夢の職業みたいなところですから、そんな優秀な人たちがあんだけ集まってれば、そりゃね、 本部がいかにめちゃくちゃなことを言ってるかっていうのは分かるわけなんですよね。っていうようなことで、実は1月6日事件の捜査っていうのは今 FBI がめちゃくちゃなことやってるように見えるんだけれども、結局はそのトップ、頭が腐ってるもんだからこういうめちゃくちゃなことになってるんだっていうことが今回どうやら明らかにされようとしてるっていうことなんですね。ということで今監査長官も動いてるっていうことなので、まあどういう結果が出るか分かりませんが、ちょっとその辺で気にしておきたいなっていうふうに思うんですが、 この内部告発者がね、今回のこのアバテの行動に関して、もう、あいつは初心を忘れてるっていう風に言ってるんですね。すべての FBI 捜査官は、FBI アカデミーの研修で、ホロコースト記念館で法執行機関の一員として重要なことを学ぶと。その重要なこととはこのメッセージだっていうことで、命令や政策が間違っているとき、革新的価値、原則を犯す行為を言われたとき、 困難な質問をし、異論を唱える勇気を持たなければならない。これは潰されることを恐れることなくできるはずであるっていうことで、まあ、その、上からの命令があるけれども、どう考えてもおかしいだろうっていうふうになった時は、もう勇気を持っておかしいだろうって言えるのが、その FBI だよっていうことが、最初に学んでいるはずなんですね。ところが、副長官のメッセージは真逆のものだと。 反対意見は認めない。文句あるだら FBI に残る仕国はねえぞっていうことが言われてるっていうことなんですが、これってその独裁国家の法執行機関の思想そのものなんですよね。で、内部国家省も今回の指摘っていうのは、まあの、ホロコーストと今の暴走が同じって意味じゃないんですが、 暴走の状況としては類似してるんじゃないかっていうことを今指摘していまして、まあ相当その内部にいる人間からすると、今のアメリカの法執行機関はまずい状況になってるぞっていうふうに多分肌身で感じてるんでしょうね。だからこそ今回こんなその発言が出たのかなっていうふうに思うんですが、まあこういうことが今回出てきております。はい。っていうような話が今回のメインの話なんですが、もう一個ちょっとおまけの話をして終わりたいと思います。あの今、 この FBI の絡んでいる1月6日事件の話をすると、あの監視カメラ映像、1月6日の日の議事堂内部の監視カメラ映像が今続々と公開されてきているんですが、これちょっと動画に仕切れてないものがいくつかあるので、またあの別日に皆さんに紹介しようと思うんですが、これの公開 マッカーシー下院議長って全部出すって言ったのに全然されないじゃないかっていう話があるんですが、あれやっぱりマッカーシーが悪いんじゃなくて、議事堂警察側がめちゃくちゃ妨害してるらしいんですね。で、それを明らかにしたのがタリク・ジョンソンっていうね、元議事堂警察の、えっ、ー、と、22年のベテランさんなんですが、この人が、ね、今議事堂警察の内部ですごい対立が起きてることを暴露していまして、まあ、それが一つ原因となって、どうやらカメラ映像の公開がされてないっていうことのようなんですね。 で、このタリク・ジョンソンさんってどういう人かって言ったら、あの、1月6日の日に、えっと、マガキャップ、あの赤い帽子を被ったっていうことで停職処分をくらって、まあその後辞任してるんですが、あれ被った理由もね、過去の動画で紹介しましたが、あの、トランプサポーターから被からさせられて、でも、その後に、あ、頂点からくれと。 これ被ってた方が、その現場は大混乱してるから、トランプサポーターたち言うこと聞いてくれるだろうからっていうことで被ってたら、えま、辞任させる、ま、辞任にまで追い込まれたっていうことなんですが、この人あの、この時上院議会の警備も担当してたんですよね。 で、えっ、ー、と、議事堂警察の指令室が全く指示を出してくれなくて、で、まあ、もう自分の判断で上院議員たちを避難させたっていうね、まあ、そういう人物だったんですが、まあ、言い換えると、あの時議事堂警察のその指令室が、もう何の機能もしてなかったんですね。 で、えー、っと、そのことをね、このタリク・ジョンソンっていう人物が明らかにしていて、で、あの、共和党のね、あの、えー、報告書にもそれまとめられてるんですが、はい。で、その時の、えー、っと、令役って誰かって言ったら、ヨガナンダ・ピットマンっていう人物だったんですね。で、まあ、この人物が要はその1月6日の日に、まあ、情報分析ももみ消していたし、なんで事前のその警備計画っていうのに悪影響を与えたのもこいつだし、で、当日大混乱を陥れたのもこいつだしっていうことで、ジョンソンさんからしたら、 ふざけんなあの野郎っていう人だったわけなんですね。にもかかわらず、ペロシからの推薦で、その後議事堂検察の所長に大、あの、就任してるんですよ。で、えー、っと、その後共和党が下院議会を抑えたタイミングで、カリフォルニア州大学のバークレー校っていうところの警備部長ですみたいなものに転職するっつって、えー、っと、もう逃走してるわけなんですが、もうジョンソンさんからしたらもう腹立って仕方がない相手なんですね。で、しかも、 本来だったら不適格な年金を受け取れるようになんかいろいろ手はずを整えた上でえ逃走してるもんだから余計腹立つっていう話なんですが、これでそのジョンソンさん以外にも議事堂警察の内部でこのピットマンに対する不満ってめちゃくちゃ高まってたらしいんですね。で、今現在の議事堂警察署長がトーマス・メンジャーっていう人物なんですが、このメンジャーはこのピットマン擁護派なんですよ。 まあだからこそ所長にね、この後慣れたのかなっていうふうに思うんですが、えー、っていうこともあって、もう内部バチバチにやら、やってるらしく、もうメンジャーが6月23日なんか会議を開きました。で、それが終わってメンジャーがいなくなった後に、副所長がその、 一番下のね、今言うなら一般兵みたいな人たちはそのまま部屋から出させて、そうじゃない、まあ一部のその中間管理職みたいな人たちだけは全員残して、で、そこで行ったのが、あのメンジャーがなんか昇進に関する指示いろいろ出しただけども、あれは無視しろという指示を出してたらしいんですね。まあ、要はその、所長と副所長で今バチバチに議事堂警察内ってやり合ってるんですが、その原因っていうのがこのピットマンを擁護してることに関する不満の高まりっていうことのようなんですね。 で、このメンジャーなんですが、そのケビン・マッカーシー下院議長が議事堂内のカメラ映像を全公開したいんですけれども、それを徹底妨害するように指示出ししてんのがどうやらこいつのようなんですよ。で、このメンジャーの指示を受けた、えー、議事堂警察顧問弁護士が、あの、あれやこれやいろいろな理由をつけて、マッカーシーを、あの、絶対させないと。だからその一部のメディアの、えー、っと、そのジャーナリストにしかアクセス許さないみたいな感じにしてるってことなんですが、 ま、あれやこれや邪魔してるのがこのメインジャーであり、で、そのメインジャーに関して内部では今いろいろ不満高まってるということで、ちょっと話ぐちゃぐちゃになってきましたが、はい。ま、とりあえず、あの、何言いたいかって言ったら、あの、議事堂内のトップにも、ま、そういう、なんて言うんでしょうね、ま、そのな、な、な、なんかね、ぬ、沼と言いますかね、そういう汚れた連中たちがいるっていうお話ですね。はい。 という、まあ、ちょっとおまけの話、ちょっと長くなりましたが、ここで終わりたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後は、えー、っとね、これね、もうちょっとね、本当は動画とか撮りたかったんですが、デブちゃんがですね、あの、よくあるんですが、ここでお昼寝している最中に、えー、パッと目が覚めて、ここのね、あの、その爪研ぎでね、なんかもうポールダンスみたいなことをたまにやるんですね。はい。をやっていた途中ですね。途中までこれ体浮いてたんですが、はい。ちょっと写真撮るタイミングが遅れました。っていう、まあ、ポールダンスデブちゃんでお別れをしたいと思います。はい。 ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。